おはようございます。寒い中お集まりいただきましてありがとうございます。一般質問2日目です。円滑な議事進行に努めてまいりますので、皆様のご協力お願い申し上げます。会議に入る前に皆さんにお願いがございます。携帯電話をお持ちの方は電源を切るかマナーモードに切り替えますようお願い申し上げます。傍聴者に申し上げます。傍聴人の守るべき事項を遵守し、静かに傍聴をお願いいたします。また写真撮影や録音などは禁止されておりますので守るようにお願い申し上げます。なお本日に限り報道関係者の写真撮影を許可しております。それではただいまから会議を始めます。ただいまの出席議員は18名です。全員出席です。定速数に達しておりますのでこれから会議を開きます。本日の会議の初期に議会事務局長、事務局職員、説明のため市長、副市長、教育長、市長公室長、各部長、会計管理者、各関係課長及び局長、が出席です。本日の議事日程はお手元に配布の通りです。日程第一、一般質問を行います。順次発言を許します。7番、間宮美智子議員。はい、議長。間宮美智子議員。はい、議員番号7番の間宮美智子です。第1問目は、太陽光発電事業と環境保全問題の兼ね合いについてです。この太陽光発電問題は、季節して同じ時期に中山治議員と重なりました。中山治議員は、実際に起こった土砂の流出事件との関連で論じています。私は最近の地球温暖化防止の観点から問題を感じていたので、今回質問したいと考えました。質問内容で重なる点がありましたら、どうかご容赦ください。中山治議員からも、最近あった太陽光発電事業者の問題について言及がありました。生活環境課で把握している太陽光発電事業の設置の過程で、今までどのような問題が起こっていて、市としてはどのように対処したのか、その事例を詳しくお聞かせいただきたいと思います。時期的には、つくばみらい市の丘陵地帯に、次々と大型のソーラーパネルが設置され始めてから、最近までの期間で、聞くところによると、18件申請があって、15件設置に至ったそうですが、まだ3件は設置していないのでしょうか、設置予定は変わらないのでしょうか。また今の時点で申請予定者はどのくらいありますか。その中で近隣住民からの苦情や市の方へ市民から心配だというような声がどのくらいあったでしょうか。また実際にこのまま設置するのは好ましくないとして指導したというような事例がありましたらお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。市民経済部長、間宮議員のご質問にお答えいたします。以前答弁させていただきました、出力1000キロワット以上の施設、いわゆるメガソーラーの設置状況につきましては、未設置の3件のうち1件が令和3年3月に工事を完了したほか、残る2件が工事中となってございます。また現在
市で把握している新たな設置予定者はおりません。なお、近隣住民とのトラブルにつきましては、すべてが市に連絡が来ているとは限りませんが、小規模な太陽光発電施設で近隣への説明を行わず着工しようとしたことへの近隣住民からの問い合わせや、台風でパネルが飛ばないか心配だという問い合わせがあったほか、太陽光発電施設から土砂が流出しているという苦情が数件寄せられており、東地区での指導中の事案もございますが、そのほかにつきましては事業者への指導も改善されております。以上でございます。はい、以上。メガソーラーだけではなく小規模な発電施設にも問題が起こっていたというわけですね。この中で市は県がガイドラインを作っているから特に市独自で指導を強化するというようには考えてこなかったように感じられます。しかし県がガイドラインを作ったのが平成28年2016年の9月で、それから2回改定されています。その頃茨城県下ではいくつかの市町村が無造作に建てられている太陽光発電事業に対して指導を強化すべく条例化を行っています。日立市、土浦市、石岡市、龍ケ崎市、笠間市、つくば市などは県と同様に平成28年に条例化がスタートしています。その後古河市、結城市、北茨城市と続き、現在では15市町村で条例化して指導を強化しています。つくばみらい市でも平成29年には経済常任委員会で再生可能エネルギーのあり方について調査し、市に対して提言しています。太陽光発電の設置に関しては一定の抑止効果と市民、事業者、行政の情報共有及び共通理解を図るために早急に条例を制定すべきであると出されていますが、その提言に対してはどのように判断されて条例化を見送ったのか、お聞かせください。いくつかの市町村の条例を見ると、設置の時の手続きに加え、設置する際の近隣住民への説明の徹底、周辺環境の保全、災害防止への配慮まで詳しく明記されており、また災害時や発電事業を廃止した場合の措置にまで言及し、パネルの寿命が25年から30年で終わるのを考え、その時までの計画的な費用の積み立てまで指導するような内容を持つ条例さえあります。条例化を早く行っていれば、中山治議員が話されていた東地区東栗山に準備中の不完全な盛り土の問題も回避できたのではないでしょうか。今回の東栗山のケースの現場は市の担当者は十分把握していたのでしょうか。私も見に行きましたが、素人目で見てもあのままではさらに土砂流出の次の被害が起こると心配になります。今年7月につくば市に記録的短時間大雨情報が発せられ、つくば市から離れている我が家でも門口に50センチもの水がたまるなど、これからの大雨に対しては油断できないと思います。木を伐採してしまい保水能力がなくなったところへ砂のような土を持ってできた大地です。水抜きの手当や排水設備等がなければ大雨でまた土砂が流れます。排水設備を作ったとしても盛り土の周りにしっかりとした土留めがなければ同じことです。事故を起こさせないようにしておかなければ被害が甚大になります。これからまた工事を再開すると言っているそうですから、何としても次の被害を起こさせない対策を取ってからでないと工事再開は認めないという方向で、あらゆる法的縛りをかけてでもやっていくべきと考えます。条例化の方向性と東地区のその問題についてどうお考えか、どうかお聞かせください。経済部長。間宮議員のご質問にお答えいたします。
太陽光発電施設の設置につきましては、国の事業計画策定ガイドラインが平成31年4月に廃棄費用の積み立ての義務化、令和2年4月に災害等での修繕や撤去および処分に備えた保険加入の義務化など規制が強化されました。また県の太陽光発電施設の適正な設置管理に関するガイドラインにつきましても、平成31年3月に標識やフェンスの設置が確認できる写真を添付しての工事完了報告書の提出が義務化され、義務化されたなどの規制が強化されました。このように国や県のガイドラインも規制が強化されておりますので、ガイドラインに沿って事業者への助言指導に努めてまいりたいと思います。なお条例についてでございますが、制定することを見送ったわけではございません。国や県のガイドラインにて適正に対処できると思われるため、市での条例制定は考えておりません。東地区の太陽光発電施設につきましては、雨水とともに土砂が流出をしたため、雨水が事業地の外へ流出しないよう法面の上部に土手を作り、法面には植物の種子が付着している植生シートを施工したほか、雨水をためる調整池などの対策を行ってきました。さらに現在も事業者に対し、農業用排水路に流出した土砂の撤去や地域住民の理解を得るために安全対策を講じるよう助言指導をしているところでございます。以上でございます。はい、間宮美智子議員。東地区の東栗山のソーラー設置予定地については、私も見に行きましたが、のり面に植生のシートを張っていた、そのそばから雨水の垂れた跡が数数本流れております。そしてため、雨水をためるといった堀が掘られているけれども、それも大穴が下に崩れているような状態、それから流れていた坂道にも大穴が開いているというような状態、大変危険な感じがいたしました。その東地区東栗山のソーラー予定地については、今後県にも相談しながら、次の災害が起こらないように注意して行っていただきたいと思います。もう一つ、私が一番心配していることを述べます。条例化も大事なのですが、これ以上つくばみらい市の緑の丘陵地にキラキラの人工物を並べて大事な景観を壊してしまうことです。確かに土地の所有者はこれ以上山林を維持できないから売却せざるを得ないとか、次世代につなぐために貸したいということは分かります。そしていくら行政であっても、個人の持ち物に対してどうか別の道を選んでくださいとも言えないことも分かります。ですがつくばみらい市の丘陵地帯は縄文の時代から遺跡がたくさん出る歴史的な土地で、現在地球規模で問題となっている CO2 削減には、 CO2 を吸収する森林を残すことは大事なことなのです。太陽光発電の普及で CO2 を出さない取り組みをするなら、今も補助金を出して取り組まれていますが、各家庭の屋根や公共の建物、法人の建物の上にできる限り太陽光発電装置と蓄電装置をつけ、自然エネルギーで生活を回していくように県や市がもっともっと促進していくこと、また小規模の地域自然エネルギー発電を開発していくよう費用面で支援していくことなどが大事で、森林を壊すことではありません。それでも森林を守っていくことが困難ならば、残すべき地域を風致地区として指定し、森林を守ってくれる地主さんにはそれなりの優遇措置を取るなどして、別の方法も考えるべきです。
埋蔵文化財がある地域であることをつくばみらい市のアピールポイントにして、文化財保護法なども勘案し、何としてもこの緑を守りたい思いです。石岡市や土浦市の条例には、埋蔵文化地域は避けること、文化財保存地域は避けること等の文言が入っています。あと30年ないしは50年後の将来、この丘陵地帯にサイクリングロードができたり、トレッキングコースができたり、森の中を馬に乗って散策ができたり、新しい住民の方々のために散歩しながらお墓参りもできるというような、樹木葬専用の公立私立の公園ができたりしたら、どんなに楽しいことかと私は思うのですが、いかがでしょうか。一度樹木を伐採してしまうと、森林として再生するには100年もかかるのですから、これからの少子化で人口が少なくなっていくつくばみらい市に、自然豊かな緑を残していくことは大変重要なことです。この貴重な丘陵地帯の緑を守っていくために、市長としてどのようなお考えでおられるのか、お聞かせください。昨日、昨日、中山治議員の答弁の中で、岡山県のある市の例を述べておられました。ぜひ、緑を残していく方法、お考えいただきたいと思います。市長のお考え、どうぞよろしくお願いいたします。小田川博市長。はい、間宮議員のご質問にお答えいたします。東地区、私も見に行きました、そして地域の皆さんが、その事業者とですね、お話をしているときに、私も少しの間でしたけれども、同席をさせていただいて、お話を伺っていたんですが、まあ、事業者の方の話を伺いながら、そして地元の皆さんの意見を聞きながらですね、非常に危険な、可能そういった、安全ではないと思われるような土地の状態なのかなというふうに私も認識をしております、ただですね、事業者の方もそういった手続きをきちんと踏まえて、そして工事の方もですね、これからまたさらにそういった安全面を考えた対策を講じる工事を行っていくというようにお話をされていましたので、今我々としてはそれを見守っていくということしかないのかなというふうに思っています。そしてまたそういった中でですね、指導をしながら地域の皆さんのお話を聞いて、事業者と地域の皆さんがお互いに納得できるような工事を行っていただければいいなというふうに考えております。しかしながらこれはやはり行政としてはですね、今のところ見守るしかないと私は考えています。事業者の方もそれを 法を守ってですね、進めている以上、行政としてそこに指導という強い指導というのはできないと思っておりますので、法律がある以上ですね、我々はそこは見守っていく立場なのかなというふうに思っております。あくまでも民間の民有地、そして民間の事業者が行っていることですから、通常であればそこの中でお話し合いをされて対応していくということが通常の形なのではないかなというふうに思っております。このガイドラインということで、条例化できないかというようなお話を先ほどから伺っておりますけれども、行政指導によりまして、事業者自らが必要な措置を盛り込んだ事業計画、これを作成しております。そして現実的な対応が期待できるというふうに考えておりますので、現在はですね、ガイドラインの条例化ということは考えていないということでございます。また関係法令に基づかないルールにつきましては、その区域の土地所有者による土地利用を制限してしまうというようなことになりかねませんので、法律で規制するものについて、それをですね、さらに条例で規制をかけるということはできないのではないかと考えております。この太陽光発電事業を規制する条例の制定は、そういった観点から難しいのではないかなというふうに思っております。そしてまた、間宮議員のご指摘の遺跡が所在する埋蔵文化財保存地、こちらはですね、文化財保護法がありますので、その法に基づいて、県への届け出、そして保全措置を講じるという必要がありますので、そこはきちんと守られていくというふうに理解をしております。間宮議員のおっしゃる通り、市の貴重な緑、これは未来に残していくということは本当に大変重要なことだと考えておりますので、
今後もですね、国や県のガイドラインや関係法令に沿って適正に対処をしていきたいというふうに考えております。以上です。間宮美智子議員、はい、ありがとうございました。目先の利益ではなく30年後50年後の未来をぜひお考えいただき、何としても緑を守っていただきたい、そういう思いです。まあ、これで第1問目の質問は終わります。